階級を上げ世界最速で2階級制覇を成し遂げてスーパーフライ級のボクサーとなった今の井上尚弥は一人手がつけられない強さの世界に今います。ガードごと相手を吹き飛ばした戦慄の初防衛戦から5ヶ月、今日の相手もランキング1位のトップコンテンダーですが一体どうやって倒すのか、早くもポイントはそこに絞られてきています。さあチャンピオン井上尚弥、これが2度目の防衛戦です。黒いグローブを身につけています井上、相手はランキング1位の、ま、最強のチャレンジャーということになりますが、あ左です、あのジャブの、あ右、これは早いか。村田さん、最初の井上の仕掛けどうでしょうか。まあ、自分のパンチ力を見せつけましたね。相手に警戒させる意図があったと思います。もうあの最初の動きだけでこれはカルマはかなり圧力受けますかね。受けると思いますよ。さっきのガード越しの右、はい、明らかにパンチあるなと思ったと思いますよ。去年の年末は相手が固めたガードごとその物ごと吹き飛ばしてしまった井上の破壊力がありました。マグスケンさん、はい、まあ、以前左から右です。以前下の階級で井上が戦ってきた時はちょっと減量も苦しそうだったんですけれども、2階級このスーパーフライ級に上げてからの井上の強さはどういうふうに見てますか。それまたスピードとパンチ力がつきましたね。はい、はい、ジャブの速さはすごいですね、うん、左から右、立ち上がりもすごくいいですね。そうですか、はい、左から右です。もう早くも相手にプレッシャーをかけ始めています。左です。一方相手挑戦者のカルモナ、ランキング1位ですから、まあ、井上に今立ち向かえる最強のチャレンジャーという言い方もできると思うんですが、チャレンジャーの立ち上がりは村田さんどういう見えますか。しっかりガードを固めてもらわないというところですね、まず気にしているところは、はい、ですごくいい立ち上がりだと思います。はい、右のストレート井上強烈、まだ第1ラウンドです。左です。早くも相手はローズキワ、もう後ろがありません。場内からはもうため息とも何ともつかむようなそんな雰囲気に包まれています。井上の第1ラウンド、左から右です。しっかり井上はガードしています。森さん、はい、チャンピオン陣営ですけれども、はい、試合前お話を伺いますと、調子は過去最高じゃないくらいにいいということです。まあ、過去最高のコンディションというのはもうずっとスパーリングの時から井上は口にしていました。まあ、それは村田さん見て取れますね、この立ち上がりで、ね、もう自信満々ですね。となると村田さん、これもあとどうやって倒すのかというところがもうポイントになってきてますか。そうですね、ただ焦っちゃダメですよ。あ、そうですか、うん、やっぱりちょっと力みにつながると、はい、その分倒すチャンスなくなりますから、焦らずにいきたいですね。はい、まあ、本人も流れの中で倒したいという話をしていました。左から右、やはりこの辺りが警戒しなければなりません。ダビド・カルモナです。メキシコのランキング1位、右の打ち下ろし、井上聞いたね、これ右、右です。左から右です。早くもこの試合も井上は KO 決着の予感を漂わせています。第1ラウンド右、大きなフックです。井上相手にもこれ以上ないプレッシャーをかけているここまでの1ラウンド目の井上、左から右です。左から右で何とか体勢を挽回しようというカルボナですが、井上は下がらない。左のボディストレート伸びてきました。相手も左のボディから上、フック、右のストレート当たれば完全に倒れる井上の右のストレートです。ここで第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドから井上が破格の強さを見せ始めています。いや、1ラウンドの動き見ただけでも村田さん、ちょっと物が違うなといった感じがしますね。右ストレートで3回効きましたね。次のラウンドもしかしたら勝負早いかもしれないですね。そうですか。この試合も井上が KO 決着で勝てば世界戦で5試合連続 KO 勝利、これは日本歴代2位のタイ記録となります。記録を持っているのは具志堅さんの世界戦6試合連続 KO 勝利、そこにあと2つと迫っているわけですが、もう具志堅さん、これは完全に井上は射程距離ですね、この記録はね。行くね、この、 ジャブストレート、はい、ワンツーのパンチは今までこう見たことないね。はい、井上は今日の試合の向けてもですね、フィリピン人のトップランカーを3人日本に招聘したんですが、そのスパーリングラパートナーとして招聘されたフィリピン人も、もう井上の前に1分とて立っていられない、そんなスパーリングの毎日でした。さあ1ラウンド目から格の違いを見せ始めているチャンピオン井上、これから第2ラウンドを迎えます。まあ、一つ不用意に強引に行くことだけは気をつけなければいけないという村田さんの指摘もありましたが、改めてチャレンジャーに怖さみたいなのは感じますか。まあ、しっかりとパンチ打ってきてますので、はい、臆することなく戦っていますので、はい、そういった意味では常に緊張感はありますよ。はいはい、左をボディに伸ばしてきました井上です。左から右のアッパーも使ってきました井上、これで相手はなかなか近づいてくることはできないか。左から右、
コンビネーションのバリエーションも非常に豊富です。森さん、はい、カルモノサイドですが、井上のパンチ強いと一言、そして、はい、ガードをもっと左のガードを特に上げろと、指示が出ています。はい、マクシケさん、これチャレンジャーとしてはガードを下げた瞬間井上にやられますからね。これはそうね、あの長州さんの、ガードは悪くないですよ。そうですか、メキシコ独特のしっかりガードを上げてるんですけど、はい、やっぱり右ストレートが速いからね、見えないんですよね。まあ、これまでの井上の試合おそらく研究してるでしょうから、井上のパンチ力というのはもうおそらく十二分に警戒していると思いますから、前の試合では井上は初防衛戦でガードを固めた相手をそのガードごと吹き飛ばしてしまいました。そして2ラウンド決着、その前は5年近くに及ぶ長期政権を築いていた不動の王者とも思われたナルバエスさえも2ラウンド決着、圧倒的な格の違いをこのスーパーフライ級で見せつけている井上です。左のジャブを右足伸ばしてきます。あの村田さんと井上、このヒットの使い方がうまいんですよね。うまいですね。で、左がいい時はやっぱり左が当たった後の右手が当たりますから。今もそうですね。はい、伺っています井上。おっと、挑戦者も左のフックを伸ばしてきました。ダビド・カルモナです。プレッシャーは村田さんも井上完全にかけてますね。かかってますね。右のストレート、下がります。左、左でももう倒せそうな井上のリードブローです。あ、しかしチャレンジャーダビド・カルモナも左を伸ばしてきます。左のボディは井上、そしてしっかりとステップバック。あっと、ここは左が入りました。少し左のジャブが今初めて井上の方をかすめていきました。ただ過去9戦プロのリングに立っている井上ですが、まだ相手に当てられたと思うパンチは前の試合でもらったジャブ一発だけしかないそうです。まあ、村さん、ディフェンスというのも井上の大きな武器になりますね。そうですね。で、特に本人も言ってますけど、ディフェンスは自分の勘でやってるって言ってましたので、そうです、その勘を磨くっていうところで、はい、トレーニングをフランとしてるみたいですね。アマチュアから含めてまだもちろんダウンも1回も経験はあります井上。これもしっかりガードしています井上。相手は右のアッパーを伸ばしてきました。ここはブロッキングして相手との距離を潰してきます井上。左、下がりません井上。相手も3発コンビネーションを見舞ってきました。プレッシャーをガードを固めながら相手との距離を詰めて、これちょっと相手怖いですよね、かなりね。さあ、第2ラウンドも終了しました。このラウンドも井上は積極的にプレッシャーをかけています。今日もノックアウトで勝てば日本歴代2位タイとなる世界戦だけで5試合連続 KO 勝利達成という記録もかかっている井上。ここまでの2ラウンドは盤石の展開と言ってもいいでしょう。さあ、第3ラウンドを迎えます井上です。村田さんの目にはここまで2つのラウンドの井上、どういう戦いに見えますか。やっぱりすごい調子がいいでしょうね。自信満々で攻めてますね。はい、チャレンジャーは右をサイドから放ってきました。具志堅さんの目には井上の戦いどういうふうにご覧になりますか。いや、もう自分のボクシングをやっぱ自信持って戦ってますよね。はい、チャレンジャーの方はこう比較的足を使ってくるボクサーだというふうに井上陣は分析していましたが、それと、やっぱり、右ストレートが来るっていうもんで、はい、左のガードをしっかり上げてますね。あ、はい、うん、左から右のストレート、これは首を右にかしげながら相手の威力をかわしています。右のストレートはしっかりステップバック、右のストレート振り込んできました井上。あの右は村田さん、相手の残存に残ってるでしょうね。残ってますね。やっぱりこれもらったら倒れてしまうっていうふうに思ってますからね、はい、ガードを固めても持っていかれるという印象がチャレンジャーの方にももちろんあると思います。あと独特の角度なんですね。普通のストレートというか少し打ち下ろし気味というか、あ、はい、なかなかその角度が見えにくいんだと思いますね。そうなんですか。左を伸ばしてくるチャレンジャーです。井上も左ボディを使ってきます。下を見せておいて今度は右上に踏み込んできました井上です。もう倒し方のバリエーション、引き出しというのももう抜群にバリエーションを揃えている井上。ここは左、まあ、村田さん、右の拳を痛めて左だけで戦い切った試合も井上はありましたからね。ありましたね。特にあのキャリアの初期の頃は、はい、試合途中に手を痛めるってこと何回かありました、ましたからね。それが左をより強くさせましたからね。あ、なるほどね。まあ、ハードパンチャーの宿命なのかもしれませんが、もうどんなスタイルでも戦い切ることができる井上。日本国内のみならずもう世界中のリングが今の井上はどういう試合を見せてくれるんだろう、どんな倒し方を今日は見せてくれるんだろうと注目を集めています。右の服ボディへ、今度は上へチャレンジャーのカルモナ。
カルモナはこれが3度目の世界挑戦です。過去2度のチャンスは残念ながら掴み切ることはできませんでしたが、その後しっかり白星を重ねて再びランキング1位にまで上り詰めて、指名挑戦者、最強の挑戦者の権利を得て今井上の前に立ち向かっていますメキシコのボクサーです。右のアッパーです。井上が近づいてくるその瞬間を狙っていましたが、井上はしっかりディフェンスしています。残り30秒です。第3ラウンド、井上のディフェンスというのは具志堅さんどう見ますか？そうね、勘もいいね、はい、チャンピオンは、体にバネがありますよね。いいです、はい、まだポイント取られたというようなパンチは具志堅さんないですかね？ないですね、はい、しっかり全てのパンチを避けてあるいはブロックしてディフェンスしています井上です。ここも左だけ、右狙っていました。相手が踏み込んでくるところを狙っていました。攻めながらでもカウンターを取れるのが井上の一つの魅力でもあります。第3ラウンドも終了しました。このラウンドもおそらく井上がコントロールしているものと思われます。階級を上げ世界最速で2階級制覇を成し遂げてスーパーフライ級のボクサーとなった今の井上尚弥は一人手がつけられない強さの世界に今います。ガードごと相手を吹き飛ばした戦慄の初防衛戦から5ヶ月、今日の相手もランキング1位のトップコンテンダーですが、一体どうやって倒すのか、早くもポイントはそこに絞られてきています。さあチャンピオン井上尚弥、これが2度目の防衛戦です。黒いグローブを身につけています井上、相手はランキング1位の、ま、最強のチャレンジャーということになりますが、ああ左です、あのジャブの、あ右、これは村田さん、最初の井上の仕掛けどうでしょうか？まあ、自分のパンチ力を見せつけましたね。相手に警戒させる意図があったと思います。もうあの最初の動きだけでこれはカルマはかなり圧力受けますかね？受けると思いますよ。さっきのガード越しの右、はい、明らかにパンチあるなと思ったと思いますよ。去年の年末は相手が固めたガードごとその物ごと吹き飛ばしてしまった井上の破壊力がありました。マグスケンさん、はい、まあ、以前左から右です。以前下の下の階級で井上が戦ってきた時はちょっと減量も苦しそうだったんですけれども、2階級このスーパーフライ級に上げてからの井上の強さはどういうふうに見てますか？それまたスピードとパンチ力がつきましたね。はい、はい、ジャブの速さはすごいですね、うん、左から右、立ち上がりもすごくいいですね。そうですか、はい、左から右です。もう早くも相手にプレッシャーをかけ始めています。左です。一方相手挑戦者のカルモナ、ランキング1位ですから、まあまあ、井上に今立ち向かえる最強のチャレンジャーという言い方もできると思うんですが、チャレンジャーの立ち上がりは村田さんどういう見えますか？しっかりガードを固めてもらわないというところですね、まず気にしているところは、はい、ですごくいい立ち上がりだと思います。はい、右のストレート井上強烈、まだ第1ラウンドです。左です。早くも相手はローズキワ、もう後ろがありません。場内からはもうため息とも何ともつかむようなそんな雰囲気に包まれています。井上の第1ラウンド、左から右です。しっかり井上はガードしています。森さん、はい、チャンピオン陣営ですけれども、はい、試合前お話を伺いますと、調子は過去最高じゃないくらいにいいということです。まあ、過去最高のコンディションというのはもうずっとスパーリングの時から井上は口にしていました。まあ、それは村田さん見て取れますね、この立ち上がりで、ね、もう自信満々ですね。となると村田さん、これもあとどうやって倒すのかというところがもうポイントになってきてますか？そうですね、ただ焦っちゃダメですよ。あ、そうですか、うん、やっぱりちょっと力みにつながると、はい、その分倒すチャンスなくなりますから、焦らずにいきたいですね。はい、まあ、本人も流れの中で倒したいという話をしていました。左から右、あ、やはりこの辺りは一つ警戒しなければなりません。ダビド・カルモナです。メキシコのランキング1位、右の打ち下ろし、井上聞いたね、これ右、右です。左から右です。早くもこの試合も井上は KO 決着の予感を漂わせています。第1ラウンド右、大きなフックです。井上相手にもうこれ以上ないプレッシャーをかけている。ここまでの1ラウンド目の井上、左から右です。左から右でなんとか体勢を挽回しようというカルモナですが、井上は下がらない。左のボディストレート伸びてきました。相手も左のボディから上フック、右のストレート当たれば完全に倒れる井上の右のストレートです。ここで第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドから井上が破格の強さを見せ始めています。いや、1ラウンドの動き見ただけでも村田さん、ちょっと物が違うなといった感じがしますね。違いますね。右ストレートで3回効きましたね。次のラウンドもしかしたら勝負早いかもしれないですね。そうですか。この試合も井上が KO 決着で勝てば世界戦で5試合連続 KO 勝利、これは日本歴代2位のタイ記録となります。
記録を持っているのは具志堅さんの世界戦6試合連続 KO 勝利、そこにあと2つと迫っているわけですが、もう具志堅さん、これは完全に井上は射程距離ですね、この記録はね。いくね、この、 あのジャブストレート、はい、ワンツーのパンチは今までもう見たことないね、はい、井上は今日の試合の向けてもですね、フィリピン人のトップランカーを3人日本に招聘したんですが、そのスパーリングパートナーとして招聘されたフィリピン人も、もう井上の前に1分とて立っていられない、そんなスパーリングの毎日でした。さあ1ラウンド目から格の違いを見せ始めているチャンピオン井上、これから第2ラウンドを迎えます。あそこ不用意に強引に行くことだけは気をつけなければいけないという村田さんの指摘もありましたが、改めてチャレンジャーに怖さみたいなのは感じますか。まあ、しっかりとパンチ打ってきてますんで、はい、臆することなく戦っていますんで、はい、そういった意味では常に緊張感はありますよ、はいはい、左をボディに伸ばしてきました井上です。左から右のアッパーも使ってきました井上、これで相手はなかなか近づいてくることはできないか。左から右、コンビネーションのバリエーションも非常に豊富です。森さん、はい、カルモノサイドですが、井上のパンチ強いと一言、そして、はい、ガードをもっと左のガードを特に上げろと、指示が出ています。はい、まあ、具志堅さん、これチャレンジャーとしてはガードを下げた瞬間井上にやられますからね。これはそうね、あの長州さん の、 あのガードは悪くないですよ。そうですか、メキシコ独特のしっかりガード上げてるんですけど、はい、やっぱり右ストレートが速いからね、見えないんですよね。まあ、これまでの井上の試合おそらく研究してるでしょうから、井上のパンチ力というのはもうおそらく十二分に警戒していると思いますから。前の試合では井上は初防衛戦でガードを固めた相手をそのガードごと吹き飛ばしてしまいました。そして2ラウンド決着。その前は5年近くに及ぶ長期政権を築いていた不動王者とも思われたナルバエスさえも2ラウンド決着。圧倒的な格の違いをこのスーパーフライ級で見せつけている井上です。左のジャブをニアス伸ばしてきます。あ、この村田さんと井上、このヒット使い方がうまいんですよね。うまいですね。で、左がいい時はやっぱり左が当たった後の右っていうのは当たります。右、今もそうですね、はい、伺っています。井上、おっと、挑戦者も左のフックを伸ばしてきました。ダビド・カルモナです。プレッシャーは村田さんも井上完全にかけてますね。かかってますね。右のストレート下がります。左、左でももう倒せそうな井上のリードブローです。あ、しかしチャレンジャーダビド・カルモナも左を伸ばしてきます。左のボディは井上、そしてしっかりとステップバック。おっと、ここは左が入りました。少し左のジャブが今初めて井上の方をかすめていきました。ただ過去9戦プロのリングに立っている井上ですが、まだ相手に当てられたと思うパンチは前の試合でもらったジャブ一発だけしかないそうです。まあ、村さん、ディフェンスというのも井上の大きな武器になりますね。そうですね。で、特に本人も言ってますけど、ディフェンスは自分の勘でやってるって言ってましたので、そうですか。その勘を磨くっていうところで、はい、トレーニングを普段からしてるみたいですね。アマチュアから含めてまだもちろんダウンも1回も経験はあります井上。これもしっかりガードしています井上。相手は右のアッパーを伸ばしてきました。ここはブロッキングして相手との距離を潰してきます井上。左、下がりません井上。相手も3発でコンビネーションを見舞ってきました。プレッシャーをガードを固めながら相手との距離を詰めて、これちょっと相手怖いですよね、かなりね。さあ、第2ラウンドも終了しました。このラウンドも井上は積極的にプレッシャーをかけています。今日もノックアウトで勝てば日本歴代2位タイとなる世界戦だけで5試合連続 KO 勝利達成という記録もかかっている井上。ここまでの2ラウンドは盤石の展開と言ってもいいでしょう。さあ、第3ラウンドを迎えます井上です。村田さんの目にはここまで2つのラウンドの井上、どういう戦いに見えますか。やっぱりすごい調子がいいでしょうね。自信満々で攻めてますね、はい。チャレンジャーは右をサイドから放ってきました。具志堅さんの目には井上の戦い、どういうふうにご覧になりますか。いや、もう自分のボクシングをやっぱ自信持って戦ってますよね、はい、はい。チャレンジャーの方はこう比較的足を使ってくるボクサーだというふうに井上陣は分析していましたが、それと、やっぱり、右ストレートが来るっていうもんで、はい、左のガードをしっかり上げてますね。あ、はい、うん、左から右のストレート、これは首を右にかしげながら相手の威力をかわしています。右のストレートはしっかりステップバック。右のストレート振り込んできました井上。あの右は村田さん、相手の残像に残ってるでしょうね。残ってますね、やっぱりこれもらったら倒れてしまうっていうふうに、はい、思ってますからね。ガードを固めても持っていかれるという印象がチャレンジャーの方にももちろんあると思います。あと独特の角度なんですね。普通のストレートというか少し打ち下ろし気味というか、あ、はい、なかなかその角度が見えにくいんだと思いますね。そうなんですか。
左を伸ばしてくるチャレンジャーです。井上も左ボディを使ってきます。下を見せておいて今度は右上に踏み込んできました。井上です。もう倒し方のバリエーション、引き出しというのももう抜群にバリエーションを揃えている井上。ここは左、まあ、村田さん、右の拳を痛めて左だけで戦い切った試合も井上はありましたからね。ありましたね、特にあのキャリアの初期の頃は、はい、試合途中に手を痛めるってことが何回かありました、からね。それが左をより強くさせましたからね。あ、なるほどね、まあ、ハードパンチャーの宿命なのかもしれませんが、もうどんなスタイルでも戦い切ることができる井上。日本国内のみならずもう世界中のリングが今の井上はどういう試合を見せてくれるんだろう、どんな倒し方を今日は見せてくれるんだろうと注目を集めています。右の服ボディへ、今度は上へチャレンジャーのカルモナ。カルモナはこれが3度目の世界挑戦です。過去2度のチャンスは残念ながら掴み切ることはできませんでしたが、その後しっかり白星を重ねて再びランキング1位にまで上り詰めて指名挑戦者、最高の挑戦者の権利を得て今井上の前に立ち向かっていますメキシコのボクサーです。右のアッパーです。井上が近づいてくるその瞬間を狙っていましたが、井上はしっかりディフェンスしています。残り30秒です。第3ラウンド、井上のディフェンスというのは具志堅さんどう見ますか。すごいね、あの勘もいいね、はい、チャンピオンは体にバネがありますよね。いいです、はい、まだポイント取られたというようなパンチは具志堅さんないですかね。ないですね、はい、しっかり全てのパンチを避けてあるいはブロックしてディフェンスしています井上です。ここも左だけ、右狙っていました。相手が踏み込んでくるところを狙っていました。攻めながらでもカウンターを取れるのが井上の一つの魅力でもあります。第3ラウンドも終了しました。このラウンドもおそらく井上がコントロールしているものと思われます。ここまで息を飲むほどの井上の猛攻が続いています。しかしその猛攻を見事受け止めてまだ一度もひざまずいていないのはランキング1位のメキシコのダビド・カルモナ。3度目の正直を実現したいと話をしていたカルモナの意地みたいなものも井上の前には立ちはだかっています。第7ラウンドを迎えました。先の第6ラウンドを村田さんは一つターニングポイントだという話をしましたが、その6ラウンドの攻防そのものはもちろん井上だと思うんですが、そうですね、はい、右のストレートを伸ばしてきました。ただ本当に気持ちが強いですね、この挑戦者は。そうですね、かなりこれ被弾しているのも間違いないわけですが、そうですね、さっき、あのインターバル中にうがいしてたら、はい、うがいで入った水がほとんど赤色血で染まってましたからね。そうですか、相当なダメージ溜まってるはずですよ、はい、となると、まあ、しかし逆を言えば村田さん、もうチャレンジャーとしてはこれまで以上にリスク承知で前に出てくることも考えられますね。もうここから行かないと勝てないですから、はい、全部ラウンド取られてますからね、一方具志堅さん、はい、これから井上が倒しきるために大事なことはどんなことになってくるんでしょう。やっぱり自分のボクシング、はい、攻撃をやっぱり忘れちゃいけないですね、はいはい、やっぱり気持ち強く持ってですね、はい、攻撃を、あ、これは効いた、右のストレートボディへ、一瞬左のガードが下がりました。ダビド・カルモナ、左のジャブを軽く今ボディの方に見せておいて今度は右のストレートボディへ、いや、ここが効いたと思ったらもうそこをしつこく狙ってくる井上。あの左に伸ばしてくるボディというのはまたそれはそれで井上さん、カルモネは、村さん、カルモネはちょっと残念残りますよね。そうですね、でやっぱりスパーリングやってる他の選手とかに聞いても、はい、そのジャブがものすごい強いらしいんですね、井上選手。そうなんですか、はい、ですからそれボディにもらうと効いてしまうと思いますね、はい、あらゆる角度から井上はこの左を使ってきます。まさに七色のジャブの持ち主、相手にいいポジションも取られない井上のフットワーク、ステップワーク、先ほどはちょっと近づきすぎなんではないかという6ラウンドの戦いぶりを村田さんが話をしていました。このラウンドまた距離できましたね。そうですね、多分指示があったんじゃないですかね。ただ前に行くだけじゃなくて距離を取るって、はい、パンチの生きる状態を作ってるんじゃないですかね、はい、ただこれは気持ちが引いてできている距離ではなくてむしろ倒し切るために必要な空間だということなんでしょうか。そうです、はい、はい、左です。ガードの隙間から縫ってきます。あ、相手も左のジャブスピードを上げてきました。まだ具志堅さん、カルモナもジャブ伸びますね。いや、もうメキシコの選手は左の使い方がうまいですからね、はい、それに、まあ、チャンピオンのスピードがありますから、左スピードそのものもチャンピオンですね、はい、左から右です。どんどんついていってほしいですね、はい、まあ、一番怖いのは気抜くのが一番怖いですからね、はいはい、それは井上本人も、はい、それからお父さんのシンゴトレーナーも話をしていました。まあ、プロのリング、何もヘッドギアもつけてないリングで怖いのは一発のカウンターなんだ、そこだけは気をつけなければいけないと話をしていました。このラウンドはかなりボディの方に相手の気を集めています。この後フィニッシュの右が上に飛んでくることも予想されます井上。
その瞬間世界戦5試合連続ノックアウト勝利、そんな瞬間がまた見られるかもしれませんが、第7ラウンドが終了しました。ここまでのラウンドはおそらく全て井上が取っているものと思われますが、ただチャレンジャーのカルモナも見事井上の猛攻を耐え切っています。井上陣営は4ラウンドから6ラウンドの間に決着がつくんではないかと話をしていましたが、カルモナもやはり気持ちの強さを見せてここまで耐え忍んでいます。カルモナからしても3度目の正直、3度目に巡ってきたこの世界戦の機会、もうこれを伸ばせば次がないかもしれないという思いもおそらくあるはずです。ただそういった相手も、目の前に立ち下がったそういう相手も倒していくことを宿命づけられたチャンピオンの井上、この試合に勝てば日本歴代2位タイとなる世界戦5試合連続 KO 勝利、今日勝てば37年破られていない具志堅さんが持つ世界戦6試合連続 KO 勝利の日本記録に並ぶまであと1つと迫ることができますが、ただ今日の相手チャレンジャーのカルモナ、気持ちの強さでまだ一度もひざまずくことはありません。第8ラウンドを迎えました井上です。左から右、あ、右のボディです。カルモナのパンチの威力みたいなものは村田さんまだ衰えてませんか、どうなんでしょう。KO 率は低いんですけど、はい、そうですね、それに比例しないぐらいパンチはしっかりありますね、はい、22戦して17勝のうち KO は6つだけですから、とは思えないような、はい、しっかりとしたパンチを打ちます、ね、そうですか、はい、まあ、この数字から言ってももっと足を使ってくるアウトボクサースタイルだというふうに井上尚弥は見ていたようですが、しっかりと受け止めて時には打ち合うような姿勢も見せています。これも下がる、はい、カルモナサイドはもっともっと近い距離でもいいぞという話ですね。そうですか、はい、6ラウンドのような距離感ということをカルモナサイドは見ているんでしょうか。あとは直也、井上直也は先のラウンドから左のボディをこのよく使ってきています。今はフック気味、先ほどはストレートでボディを打っていました。かなり意識は相手のボディに集められている状況だと思いますが、ここは左のボディ井上、あ、しかしカルモナも左のボディを返していきました。ただあのカルモナの左のボディは井上はブロックしています。まだカルモナしっかりガードを固めています。左を刺してくる井上の構え方が少しアップライドに変わってきました。初めてこの試合 L 字を使っています。こういう時の上の心境、井上の心境というのは村田さんどういうふうに推察しますか。少しガード固くて当てづらいなって気持ちになってると思うんですよ。そうですか。でそこでやっぱりちょっとリズム変えたい、はい、角度、まあ、打つ角度とかを変えて、当てたいという気持ちを交差してるんだと思うんですね。そうですか、はい、まあ、L 字にしているとその分ガードはどうしても甘くなってしまうんですが、一方で左を当てやすいというメリットも井上は持っています。左から右、これはガードの脇から井上の左のボディ、これは入りました。右のボディも使ってきましたカルモナ。このラウンド少し打ち返してきていますカルモナ。左から右のストレート、左スリーまで持っていった井上ですが、その後カルモナも打ち返していきます。いや、これ具志堅さん打ち返してくるんですよねカルモナがね。そう、気持ち強いね。これもうこのラウンド攻撃してほしいね、はい、チャンピオンは。ちょっと手数そのものがこの前のラウンド今減ってますか、どうですか。あのやっぱり挑戦者はやっぱ打って きましたね、はい、このラウンドは L 字スタイルからジャブを放ってくるというような、これまでにないスタイルもちょっと井上は使っています。残り30秒です。第8ラウンドです。まだ一度もダウンシーンはありません。ただ試合そのものは圧倒的に井上がコントロールしていますが、あまり長期戦に引きずり込まれると少し嫌な予感もしてきます。このカルモナは世界挑戦に期待した2度目の試合は引き分けだったんですけれども、その時はダウンを奪われながらそれでも引き分けまでは持っていったというスタミナの持ち主でもありますカルモナ。左、第8ラウンドが終了しました。長期戦の様相に入っていくんでしょうか井上。試合そのものは圧倒的に井上がコントロールしています。どう井上が倒すのか、そこに注目が集まっているわけですが、この中継からキャスターを務めてくださっている中村アンサー、はい、ここまでこの試合井上の戦いぶりどういうふうにご覧になってますか。やっぱり生で見るこのスピード感と音もすごいですし、私もこうついこう前のめりになって気づいたら見てました、はい、井上選手のパンチの音みたいなものはそこまで飛んできますよね。いや、もうすごいですね。自分が受けてるわけじゃないんですけど、はい、もうすごくもうすごい、あの喉が渇きますそうですか、はい、ただそのパンチをしっかりカルモナ、これも村田さん入ってますよね。入ってるんですね、ただ一つあるのはですね、
慣れてきてるんですよ、タイミングというものに。カルボナガですか。はい、あ、パンチっていうのはやっぱりタイミング分からないときにどうやったら効きますから、はい、そういった意味では少し慣れてきてるところはあると思います、ね、そうですか、はい、となるとちょっとこの後半のランド井上、何かさらに気をつけていかなければならないポイントみたいなものは村田さん生まれてきますか。まあ、流れはこのままでいいんですけど、はい、やっぱりどっかで、はい、テンポの違うような攻撃とか、あ、はい、まあ、名古屋は多分仕掛けると思います、そういう攻撃で。ちょっと前のラウンド落としたところも見て取れましたが、井上ここも左の側のやや下げ気味で構えている井上です。左のボディ、このボディはよく相手に届いています。もうポイントそのものはここまで全て井上が各ラウンド並べているはずです。ダメージも相手に残しています。ただ相手は倒れない、倒されまいというカルモナの気持ちの強さ。そして長期戦になるにつれ井上のパンチにも慣れてくるところもあるんではないかという村田さんの見立てでもありますが、左から右、一つ心配されるのは右手ですね、井上右のパンチが少なくなってきてるんで、はい、もしかしたら右手痛めてないかということが心配されますね、はい、過去にもそんな試合が井上にはありました。右の拳を痛めて左だけでコントロールした、そんな試合がありました。あ、左、これも右を使いません。タイミングとしては村田さん出せるタイミングにはあるんですか。右はあると思いますね、はい、もしかしたら強く打てない状況があるのかもしれないですね。あ、ここは使ってきましたが、今の踏み込みは村田さんどう見えますかね。まあ、いや、しっかり打ってますね、はいはい。まあ、もし右にそういう事態が発生したとなると戦略の変更を迫られてきます井上。まあ、具志堅さん、井上は試合そのものがコントロールしてますから倒しきりたいという気持ちはもちろん強いと思うんですが。そうなんですね、いつも前半に KO が多いから、はい、まあ、終盤また倒すボクシングも見たいというのもあるしね、はい、楽しみもありますけどね、うん、さっき村田さんが言ったやっぱり右の拳、はい、食べてるのかな、はい、もしだとするならば、あと右を放てる回数に限りがあるとするならば、その限りがある右の拳をどこで放っていくのか。ボディだと打てるんですけど、はい、これはやっぱりなんかすごい怖いんだよね、はい、痛さが。そういうもんなんですか。もうなかなか出せないんですよ、痛くて、はい。まあ、当たりどころが悪くてこうおでこにストレートに入ってしまうと、むしろ拳の方が痛めてしまうようなこともあるというふうに聞きますが。はい、私も何度もありますけどね。そうですか、うん。まあ、ハードパンチャーの宿命でもあるかもしれませんが、確かにこのラウンドも井上は右の拳を数えるほどしか出していません。これも左だけでコントロールしている井上、ただ左だけでもコントロールしきってしまうほどのバリエーションを持っていますが、右を出していきますが、やっぱりボディですね、打ってるのが、はい、上じゃないと考えると、上は打ちませんね、もしかしたら痛みなのかもしれないですね。となるとこれは井上は戦略変更、あるいは一つ B パターンみたいなものをリング上で繰り出していかなければならない状況にあるのかもしれません。ただそこで一つまたこの試合をコントロールしきるだけのものを試される王者の宿命でもあります。仮に右の拳を痛めていて KO 勝利が望めないというのであれば、左でどれだけ相手を圧倒していくか、それを世界は見つめています。第9ラウンドが終了しました。果たして井上の右の拳はどうか。王者はコントロールし続けているここまでの展開ではありますが、表情的にはどうでしょうか。このラウンドもおそらく右の拳は4回5回、まあ、しかも村田さん全部ボディではありました ね、 確かにね。そうなんですよ。でボディだけしか右打たないということは、ちょっと可能性としては高いんじゃないかなと思います、はい、痛めた可能性が。まあ、これは試合が終わって陣営に聞いてみないことには、まあ、詳細はもちろんわからないわけですが、可能性としては推察できる右の拳を痛めたのではないかという可能性もあります。そうですよ。ただ井上選手左のフックがめちゃくちゃ強いんですね、はい、でそのカウンターで倒したという、試合もですね、はい、スパーリングでも、僕よく見てますんで、はい、それでの KO というのも期待できると思います。井上一家の夢です。先ほどはお母さんがこの直哉を見つめていました。お母さんがこの直哉を見つめていました。お父さんの慎吾さんがトレーナーについています。小学校1年生から始めてきたボクシングです。小学校1年生ながら真剣にボクシングをやりたいんだという眼差しに慎吾トレーナーも本気で向かおう、そう思って歩んできた井上一家の夢です。弟拓磨選手もプロボクサー、東洋太平洋の今チャンピオンとして活躍をしています。世界のてっぺんをむしり取るんだと誓い合った井上家の誓いです。大型連休の記憶も井上は振り返って、ボクシングの記憶しかないそうです。ボクサーなんてみんなそんなもんだですよ、そういうふうに井上は話をしていましたが、2016年のゴールデンウィークの最終日、
井上にとっては2度目の防衛戦、家族の支え、家族の見つめる前で果たしてもし右の拳を痛めてるならば左だけでどれだけこの相手をコントロールできるか。ここもまだ右の拳は先ほど軽く右にボディを放っただけ。第10ラウンドを迎えています。森さん、はい、井上陣営ですけれども、慎吾トレーナーからはやはり少し距離を取りたいという話でしたね。そして左のジャブでリズムを作りたいという話でした。はい、田中大輝アナウンサーのリポートです。あ、ここは右が入った、ここは右が入った、あるいは狙っているのか。ここでしかし上にワンツーを放ってきた井上、ここはチャンス取りだが、比較的この2、3ラウンド温存していた井上の右、左です。距離を取りたいという井上陣営、ここは右のボディへ、いいボディだね、いいボディですね。右のストレート、さあこのラウンドは井上、右のストレートを使い出した。この2、3ラウンド温存していた井上の右のストレート、顔面へ、ガードの隙間から相手の鼻っ柱を捉えています。距離を取りたい、この距離感で村田さんいいですか。そうですね、はい、このボクシングが今の状態だったらいいと思いますね。はい、上体も上下にリズミカルに揺らしています。相手の左ジャブはしっかりとスリップしています。左から右のストレート、いや右使ってきました。ちょっとまた戦い方のバリエーション、引き出しを一つ開けてきました。残りは1分です。第10ラウンドです。左を3発出してきました。今度は右からいきなり出してきました。ただ確かに前半までのような圧倒的に圧力をかけ続けるような試合の作り方では井上はなくなってきています。そういう意味では前半の井上、後半の井上、戦い方は2つのタイプを持ち出してきている井上です。ボクシングの幅が広いですよね。そういうことになるんですね。相手の左です。もう相手はもう下がる一方ではあるんですが、ただ倒されていないのも事実です。井上尚弥を相手にまだ倒されていない、気持ちでしっかりとこのリング上踏ん張っているカルマナでもありますが、左です。残り10秒です。第10ラウンドです。あ、ここは相手が左を3発伸ばしてきました。井上はガードを下げて相手のパンチを避けようという構え。第10ラウンドが終了しました。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、あと11ラウンド12ラウンドを残すのみとなりました。井上尚弥の2度目の防衛戦の戦いです。このラウンドは少し温存していた右を上に出していくようなシーンもありました。ただまあ、いや吉木さん、はい、まあ、前半までのようなこう圧倒的にプレスをかけ続けるような戦い方ではちょっとまだ変わってきてますね、このラウンドには。そうなんですよ、私も初めて見ましたね、終盤にボクシングっていうか、はい、リズム乗ってボクシングしてますよね。こういうこともできるんだぞというのを、ね、改めてね見せているところもあるかもしれませんが、だからボクシング の組み立て、はい、そういうのがやっぱり試合の中でできるっていうことは、はい、強いボクサーになったという証拠じゃないかな。その時その時でどのスタイルをチョイスするのがベストなのかというのを井上は考えて今戦っているのかもしれませんが、それは右は第11ラウンドを迎えます。もし右をフィニッシュに使えないとするならば、果たしてこの残りの2ラウンドどうコントロールしていくか。特に10ラウンド目あたりからは完全にボクサー井上という感じになっています。もう、はい、打たれない、打たれないでもうジャブ1本で、よくあるヘビー級の、あのミドル級のメイウェザーがよく使ってね、この試合中盤には L 字ガードで戦うような姿もありましたが、今はワンツー伸ばしていきました。カルモナもしかし左から右です。こんなに右ストレートが少ないっていう、はい、急に少なくなったということは、はい、痛めてますね、これ、痛めてないとしたら何か策略戦略あるんでしょうね、おそらくね、やりたいことがね、井上の中に。左です。ただこの左だけ、あ、ここは右ボディに使ってきました。左だけでも世界戦のリングでランキング1位の相手を村田さんコントロールしきってしまうというのが、そうですね、井上のすごいところですよね。ましてや11ラウンド12ラウンドって、はい、まあ、チャンピオンラウンドって言われるラウンドなんですけど、はい、まあ、世界戦でしかこの11ラウンド12ラウンドってのは存在しないんですね、はい、この11ラウンドでこれだけの動きができるってすごいですよね。そういうことになりますね。ここはガードしっかりブロッキングしています。井上がダメージを蓄積されたようなパンチはおそらくないと思います。左です。まあ、時に井上のボディは当てられてはいますが、しっかりとダメージは軽減させています。ポジションを入れ替えたカルモナ、
右のアッパーです。左のフック井上、引っ掛けるようなパンチです。カノモナがここはちょっと体勢を崩していました。第11ラウンド、この試合もノックアウト決着が見たいという期待が集まっている井上ですが、もし右の拳が使えないとなると、まあ、前半はある意味こうファイター的な井上も見えたんですが、中盤以降がボクサー的な井上が見られています。左の拳だけでコントロールしていくボクシングの芸術を今リング上で広げている井上。相手はランキング1位です。あ、右のストレートボディへ。なかなか村田さん、これ左この左だけで戦えというか相当ハードルが高い。そうですね、ボクシングでよくレッスンを施すとかっていう言葉を使うことがあるんですね、はい、本当にまさにそんなような状況ですね、はい、相手はランキング1位です。今井上に立ち向かえる最強のチャレンジャーが井上と戦っているわけですが、ここは左です。これも左ダブル、左から右、ここはまとめていった井上、チャンス止めれば右を使っていく。こうなると右の井上フィニッシュシーンも期待されます。左です。カルモナは完全に嫌がっています。ちょっとカルモナも具志堅さん、大きく反撃するところができなくなってきましたかね。やっぱり疲れてますよ、はい、これだけ井上にコントロールされている状況です。さあ第11ラウンドまで、中盤以降はほぼ左だけで相手をコントロールしている井上、残すラウンドはあと1つ。これから最終ラウンド、12ラウンドのゴングを待ちます。木を見るや井上も右を使ってきますが、その右はやはりメインはボディーターゲット。表情的にはどうでしょう、カルモナもあれだけ被弾していてダウンはありません、まあ、いつもの井上の相手ならもう顔面は赤く腫れ上がっている。試合後ですね、比較的綺麗だというのはやはり井上は今日下からボクシングを作っているということになるんですかね。というのとカルモナのガードがいいんですね。なるほど、はい、やっぱりこれだけ強いチャンピオンになってしまうと相手も研究しますから、その上でその相手を倒すというのは本当に難しいことですよ、はい、さあこれから最後の3分間を迎えます。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、史上最速で2階級制覇を成し遂げた井上、これが2つ目のチャンピオンベルト、その2度目の防衛戦です。相手はランキング1位指名挑戦者、井上に立ち向かえる最強のチャレンジャーを迎えていますが、右の拳を使わないままほぼ左だけで中盤以降は試合をコントロールしている井上。前半は積極的にプレッシャーをかけ続けた井上、後半は距離も取ってボクシングを展開している井上でもあります。相手はボディを打ち込んで、今度は左ガードの隙間から井上がしっかり避けている。左ダブルから右ボディを使ってきます。少し低いと今レフェリーから注意を受けました。左ボディ、相手も左ボディを使ってくる。ボディ合戦、ボディ合戦、ボディの打ち合いです。堀さん、チャンピオン陣営ですけども、はい、この最終ラウンドボディを狙おうと、ボディで勝負しようという話でした。あ、その指示通りの戦略です。最終ラウンドのボディですから、まあ、村田さんもボディの名手ではありますが、入れば倒れますね、まあ、井上選手のパンチだったら何が当たっても倒れますから、はい、スーパーフライ級の枠を超えた今パワーを身につけている井上、年末の初防衛戦ではガードを固めた相手をガードごと吹き飛ばしてしまった KO 勝利でもありました。この試合は最終ラウンドまで持ち込まれています。左ボディ、陣営からボディで絞っていこうという、しかしカルモナもボディで受けて返しています。カルモナもボディ、これは完全にボディが下がっている。このボディの違い、具志堅さんどう見ますか。なんか効いてるような気がするな。井上のボディですか、はい、はい、カルモナ持ち返していますが、カルモナのボディは具志堅さんどうでしょう。あの、思い切りは打ってますね、はい、ブロックはしてますね。そうですね、はい、完全にボディで仕留めてきて井上、さあこの最終ラウンドで、このラウンドでノックアウトで仕留めるか。一発右のフックを上に使ってきた、上を見せておいてボディ決着はどうだ。今度は右のストレート顔面へ、あれだけボディを見せられて、そして顔面へ右のストレート。この試合もやはりノックアウトか、最後の最後に井上が牙を抜く。いいですね、最終ラウンド井上が仕留めにかかっている。やはりこれが怪物、これがモンスター、仕留めるんだという井上。この試合も KO か、最後の最後に井上の破壊力が相手を抜いた。これが井上、圧倒的な破壊力。いきそうだね、
KO 決着なるか。仕留めにかかっている井上、もう相手は反撃する力がない。フィニッシュを打ち込めるか。この試合も KO で決められるか。いやー、耐え切ったカルモナ。しかし最後のラッシュは見事。これね、WBO を止めないのね、止めないのね、 WBO は。盤石の強さは見せてくれました。最後に仕留めるんだという井上のラッシュが見られました。その井上のラッシュを受け止めて、一度も結局ダウンは1回でなんとかしのいだカルモナの気持ちも見事でしたが、最後は村田さん、井上のチャンピオンの気持ちも伝わってきましたね。すごい試合だったんですけど、ちょっとレフェリングには疑問をちょっと、ね、持ちますね。この試合止めなかったら危ないですね。ちょっとここまで打たれて止めないの初めて見ましたね。入ってもいいかなというタイミングはねありましたが、まあ、結果的にはカルモナが持ちこたえましたが、内容的には実質けようと言ってもいいような、そんなものを見せました。カルモナのチャレンジャーのランキング1位の意地というのもリング上で十二分に発揮された試合でもありましたが、やはりそれ以上にラストラウンドの井上のあの鬼気迫る迫力、それは見事なものがありました。この人のやはり強さは一つ別次元、異次元のところにあるのかもしれません。積極的にプレッシャーをかけ続けた前半、途中からボクシングスタイルも観光、左で相手をコントロール、ボディ中心に相手を詰めて、そしてラストラウンドはそのボディから相手をフィニッシュに追い込む寸前まで追い詰めていったこの井上。これから判定ですが、もう判定は間違いありません。エドワード・リガス、同じくサワエン・タウェイコン、118対109、ジャッジラモン・セルダン、116対111。以上3対0の採点をもちまして、ウィナーバイユナニマスデシジョン、スティール WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、モンスター。判定はもちろん大差で井上尚弥、勝ち方そのものは完璧。これで締めのプロ10戦目、実戦全勝 9KO、まあ、戦い方そのものは村田さん見事という表現ですかね。もう素晴らしい試合ですよね、で12ラウンド判定かなと思った時でもですね、はい、まあ、判定になりましたけど、最後あえて見せ場を作れるのが、はい、やっぱりスターですね、はい、あのラッシュは吉田さん、あと30秒そうですね、30秒あれば6番と、はい、だけど WBO レフェリー遅い、そういうところもあるかもしれませんが、ただ、まあ、今回に関してはノックアウト、世界戦のノックアウト記録は4で途切れましたが、まだこの人はまたもう一回こういうシーンをおそらく作るでしょうね、キャリアの中で。いやいや、もうスーパースターですよ、怪物ですよ、間違いありません。この先井上は何を見ているんでしょうか。井上はビッグマッチがやりたい、そういう話をしています。井上の考えるビッグマッチ、それは本人の話を聞くと、他団体のチャンピオンと戦いたい、他団体のチャンピオンと統一戦をやりたい、それが井上の頭の中にあるようです。キャスターの中村アンさん、井上の勝ち方、はい、どういうふうにご覧になりましたか。いやー、もう最後すごかったですね。私も今興奮して多分今日は眠れないですまさに最後のラッシュは見事だったこの井上尚弥、まあ、この人の可能性というのは村田さん、ちょっと無尽蔵なところがありますね。まだ23歳ですか、はい、本当に末恐ろしいですね、どうでしょう、他団体の王者と統一戦をやりたいというこの井上の気持ち、それは面白いと思いますよ、ただ他団体のチャンピオンが嫌だって言いますよ、はい、そうですかね、逃げるところもあるかもしれませんが、WBC にはクアドラスもいますし、それから今王者ではありませんがゾラニナテというチャンピオンも、元チャンピオンもいますし、そういった世界中の猛者とこれから井上が拳を交えていく、そんなこともこれから起こり得るかもしれません。井上尚弥、見事な2回目の防衛撃でした。